時間通りね。それじゃあ報告を聞くわ。悪魔月に滅ぼされた村がある。そんな情報を手に入れたよ。悪魔月、私たちの仲間。悪魔月が暴れたとなれば、教団も黙っていないだろうね。間違いなく捕獲に兵力を差し向けるはず。確かに教団からすれば、暴れている悪魔月は速やかに対処したい存在だものね。それに何より、本当に悪魔月なら癒すことでガーデンの戦力になってくれるかもしれない。違うかい？その通りよ。それじゃあ早速主に同行を。それには及ばないわ。え、でも悪魔月を治療するには主の力が必要じゃ。治療法なら私が覚えたわ。だから今回は私が治す。危ういね。実際に治したことはないんだろう。ええ、だから念のために私とあなた、そしてベータの3人でその村に行こうと思う。バックアップだけなら案内役のあなただけでも十分なのでしょうけど。教団が出てきた時のことを考えて、予備戦力が欲しいといったところかな。そうよ。ということで、ベータを呼んできてちょうだい。はーい。ベータは部屋に入るとき、ノックしないと怒るんだよね。誰でも無言で入れば難色を示すものよ。気配を消して侵入する癖はやめた方がいいわ。職業病だから、そう簡単には治らないんだよね。悪魔月の治療、本当にできるのかしら。もし失敗したら。それに、ここで治療法を確立し、他のみんなに習得させなければ、組織の拡大が。来たわね、ベータ。はい、おおよそのことは、ゼータから聞き及んでいます。なら大筋は省略するわね。いい？あなたはバックアップとして。人っ子一人いない。静かなものね。鳥の鳴き声どころか虫もいない。ペンペングサも残っていなかったりしてね。詳しく調べてみましょう。ええ、そうね。警戒は怠らず固まって調べるわよ。うん。
中に入ってみようか。もう少し警戒を。大丈夫、何も感じないから。本当に何もないわね。荒れた室内、そして食料と金目のものがごっそりなくなっていると。ええ、そして室内には争った跡がある。壁にも同じような跡があります。殺された村人も戦おうとしていたみたいです。ベータ、あなたはこの状況どう思う？不自然ですね。その理由は？本当に悪魔つきが村を滅ぼしたのなら、このように家の原型は残りません。村人だけを殺し、家屋は残す、そんな都合のいい暴走はありえません。そうね、あの魔力に悪酔いさせられるような感じ、自力でコントロールできるものではないわ。ああ、周りに気を配っている余裕なんかありゃしない。争いの跡があるのも不自然です。どちらかが一方的になるはず。そうだね、村人たちが悪魔つきを集団で迫害するか、それとも悪魔つきが村人たちを蹂躙するか、どちらにしても一方的な展開になる。力が拮抗するなんて事態はほぼありえない。ええ、私も二人と同じように見ているわ。では今回の騒ぎ、その真相は何なのか、ベータはどう思う？大方、盗賊団もしくはその類に準じた一団の仕業ではないかと思います。その根拠は？金銭や食料を奪っている点です。例えば盗賊団は我々は悪魔つきであると名乗り、村を襲って金と食料を巻き上げようとした。それに反発した村人たちは鎌や包丁を手に応戦、争うも力を及ばず盗賊団が略奪したのでしょう。そう、そういう流れが見えてくるわよね。そして金目のものと食料だけではなく、もう一つこの場にないものがある。もう一つですか？若い女の死体よ。はあ、まったくいけすかない奴らだね。ご名答。よくわかったな、この村を荒らしたのが俺らだってよ。俺らは悪魔つき。この名を聞けば領主だって震え上がるって寸法よ。なるほど、確かに悪魔つきの仕業には違いないか。悪魔つき盗賊団なんてね。ちょっといい？そりゃこうしてお前らみたいに死体を漁りに来た怖いもの知らずのバカから絞り取るのよ。そのバカがまさかこんなガキどもとは驚いたけどな。
んだこの雨、文句あんのか。あるに決まってるでしょ。ここまで愚かだと救いようがないわ。私から言わせれば、怖いもの知らずのバカとはあなたたちのことよ。だとてめえ、お前は美人だから、楽しんだ後は奴隷として高く売ってやるよ。まったく、悪人はなぜ揃いも揃って同じようなセリフを口にするのかしら。前衛は私だけで十分よ。ベータは後方を守ってちょうだい。了解しました。おりゃぬるい。がおい、あいつは強えぞ。後ろの弱そうなやつを狙え。へい。ベータ。どこ見てやがる。お前の相手は俺だぜ。邪魔を、私が何とかしなくちゃ。どうよければ。考えないで動きなさい。残念。ゼータ、ほらお返しだ。ゼータ、助かったわ。今みたいに投げる用途にも使うなら、円形の刃にスライムを形成した方がいいかな。こいつらなんでこんな。助かったわ。礼には及ばないよ。ただアルファ様には言っといた方がいいよね。これアルファ様の指揮は正しいよ。でも正しすぎるんだ。正しすぎる。とにかく定石通りというか、盗賊の捨て台詞と同じくらいお決まり。おまけにアルファ様は全部自分で何とかしようとするでしょ。それは悪党ってのは、アルファ様、君よりバカで卑怯だ。君の思いもよらない手を使ってくる。そんな時どうしようって迷ってその場に立ち止まっていたら死ぬよ。私強くなります。止まらないくらい、もっと強く。そうね、今回はチームワークとベータの戦闘経験を強化するつもりだったけど、私自身にも課題が見つかったわね。他人を信じて任すこと、そして戦闘ではいろんなケースを想定すること。いいんじゃないかな。今度私がミスした時はフォローよろしく。
さて、あとは。盗賊にまだ生き残りが。まさか、確実にみんな息の根を止めたよ。ということは。あそこ、瓦礫の下から聞こえてきます。この症状、悪魔つき。盗賊が名乗っているだけかと思ったら、本当に悪魔つきがいた。盗賊に襲われて隠れているうちに家を壊されて下敷きになったってところかな。普通なら即死でしょうけど、悪魔つきの力で生き延びれたのかもね。して殺してもう嫌だ。悪魔つきなんて嫌。人思いに。そういうわけにはいかないわ。あなたにはまだ生きる術があるから。しているみたいですけど、拷問のために生かされるわけではありません。安心して、私たちも悪魔つきだから。今私が楽にしてあげる。楽に。お願い。アルファ様、誤解されるような言い方はやめた方がいい。この子多分勘違いしてる。そうね、確かに今の言い方は紛らわしかったかも。でもおかげで治療をしやすくなったわ。待ってて、今解除してあげる。もうちょっとじっとしててね。これが終わったら次は骨折を治すから。痛みを感じるようになったのね。おめでとう。それは生きている証よ。生きている証で、でも私なんかが生きていていいの？悪魔つきなのに。これはね、悪魔なんかじゃない。英雄の子孫だって証なのよ。ある人が教えてくれたわ。悪魔つきの私なんかじゃなくて、誇りと自信を持つの。絶対大丈夫、そう信じなさい。あなたの言うことよくわかりませんけど、安心しました。私一人じゃないんだなって。大丈夫、眠っただけです。解除の方はどうだい？これで終わりなのかな？ええ、魔力の暴走は完全に抑えられたはず。うん、お疲れ様。初めてなのに大成功、すごいじゃないか。
何度も脳内で練習していたし、とはいえやっぱり嬉しいわね。ベータやゼータたちのおかげよ。私は何もしてないですけど。あら、そうでもないわよ。一旦アジトに帰るべきじゃないかな。この子は私が担いでいくよ。そうね。噂に釣られた教団がやってくる可能性もあるけど、今は悪魔つきだった彼女を回復させるのが優先ね。私も、もっと強く。焦っても何もいいことはないわ。今は力を蓄える時。はい。シド、あなたはこんなにも緊張感のある役目をたった一人でやっていたのね。あなたはやっぱりすごいわ。